ランジート・シングは北インドのパンジャーブ地方、シク王国の君主。彼はパンジャーブの虎と呼ばれ、パンジャーブ地方のク教徒の勢力を結集した後、19世紀初頭にシク王国を創始し、ク教徒の間に統一的な国家成立させた。また、その領土を北西インド一帯に広め、巧みな外交戦略でイギリスの植民地支配を寄せ付けなかった英雄である。 若き日のランジートシング1780年12月3日、ランジートシングは、パンジャーブ地方のクジュランワーラーに、ミスルに属する十二の四区の軍省諸国の一つ、スケルチャキア・ミスルの首長の息子として生まれた。1790年4月17日、首長である父の後をわずか10歳に満たずに次ぎ、スケルチャキア・ミスルを統治することとなった。とはいえ、彼は、若年より才能を表し、 強靭で勇敢な戦士であることを示すことに成功している。当時18世紀にムガル帝国は完全に衰退、崩壊し、パンジャーブ地方は完全にその支配を離れていた。帝国の支配がパンジャーブに及ばなくなったため、18世紀後半以降にアフガン勢力のドゥッダーニー・がたびたび侵入し、1798年11月には主要都市ラホールが奪われ、 聖地、アムリトサルまで迫った。そのため、1799年7月7日、ランジートシングは、ラホールをアフガン勢力から脱会し、自身が、祝勢力の指導者であることを知らしめた。ドゥッダーニー朝のアフガン王ザマーン、シャードゥッダーニーは祝教との死圧のために、パンジャーブニーへと進行していたが、1799年に、 弟マフムードがカーブルに向けて進撃しているとの報を聞き、ランジート・シングを名目上の行政長官として残した上で引き上げた。1801年4月12日、若き宿の指導者、ランジート・シングは、パンジャーブの統治者として、王位をラホールで戦死、宿王国を創始した。この王国は、スケルチャキア・ミスルの名を取って、スケルチャキア・アサとも呼ばれた。軍する。 ランジート・シングまた、ランジート・シングは、領土の拡大にも力を入れ、即位後まもなくサトレジ側異性の処ミするを配下に、収めることに成功した。ランジート・シングは、ヨーロッパ人の軍事顧問を、多数雇い、ヨーロッパ式の強力な武装を整えた軍を組織し、なおかつそれを規律あるものにした。そのため、宿王国の軍は、イギリス東インド会社の軍の次に、 アジアで協力であったとも言われる。また、パターン人、オリッサ人、ビハール人、グルカー、パンジャーブのムスリムからも兵を集め、軍は混成部隊でもあった。大砲の砲手はほとんどがムスリムだったとも言う。1802年にランジートシングは聖地アムリトサルを奪還したのをはじめ、1809年にはジャンムーとカーングラを1810年に ワズイーラーバードを1812年にインダス川流域のアトックを1818 18年にムルターンを1819年にカシミールを1821年にはラーワルピンディーを1834年にはペシャーワルを征服して王国のハントを拡大した。これらの征服活動はランジートシングの知性を通して行われ、そのハントはパンジャーブを越え、 国西インド一体にまで及んだ。ランジートシング・ランジートシングの知性は外政に力が入れられたが内政の方にも大きく力が入れられた。まず、王国の制度はムガル帝国の制度を多く利用した。王国の半途に領土を組み込まれたオ領主らはダイザミーンダールやジャーギールダールとなった。導入した地祖制度もムガル帝国のもので踏襲し、その地祖は生産物の 約5割に及んだ。ランジート・シングは経験な宿教と出会ったが宗教には非常に寛容で人々に宿教への回収を迫るようなことはせずヒンドゥーの聖人を手厚く保護したという。また彼はムスリムの行者に尊敬の念を示す。つまり足の誇りを払うため王座から降りてその長い顎髭で添ったとさえ言われている。ランジート・シングは 大臣や管理を選ぶ目にも優れていたと言われ、その宮廷には非常に優秀な人材が揃っていたという。彼は、シ教徒だけでなく、ヒンドゥーやムスリムも平等に登用し、大臣や指揮官に据えられる者も,も少なくなかった。彼の右腕たる重要な最小は、ムスリムのファキール・アズ・イーズ・ティーンであり、財務大臣は、ヒンドゥーの D1、D7 トであった。しかし、 実のところランジーとシングの宿王国は決して宿教の国ではなかった。パンジャーブ一帯では宿教徒が多かったが、征服地では異教徒が多く、カシミールは大半の住人がムスリムであった。また、政治権力は宿教徒の利害のみに有利に行使されることはなかった。宿領主らに抑圧された農民はヒンドゥやムスリムにだけでなく、当然のことだが宿教徒もいた。 実際のところ、ランジート・シング地下の宿王国は18世紀における他のインド諸国と変わりなかった。ランジート・シングとその家臣、ヤシュワントラーをホールカルと面会するランジート・シング。彼ら二人は宗教や人種は違えども良き友であった。さて、18世紀後半からイギリスはインドの植民地化を推し進め、19世紀初頭にはインドの半分以上の領域を獲得していた。 イギリスはその過程で、マラウター同盟の争いにも介入したため、1803年8月以降に、イギリスとマラウター同盟の争いが勃発した。シンディア家とボーンスレーケがした後、ヤシワントラーをホールカルが、古軍奮闘していたが、ランジートシングは彼に1804年8月1日付の手紙で彼との同盟と援助を約束していた。1805年4月以降、 ヤシュワントラーオ・ホールカルは、戦況の悪化により、ランジート・シングを頼ってサトレジ川を渡り、パンジャーブ地方へと入った。パンジャーブ地方最大の勢力である、シク王国を味方につけていた。彼は、他のシク領主をも急合して、繁栄同盟の結成を試みた。ランジート・シングはイギリスに、ヤシュワントラーオ・ホールカルとの関係を立つように迫られて、いたが、それでも、物資を援助していたものの、 12月17日に圧力に負けてイギリスの側についてしまった。このため、ランジート・シングはイギリスにヤシワントラーをホールカルに呪われることとなり、12月25日に彼は講和を結んで第二次マラーター戦争を終結させなければならなかった。ランジート・シングは結果的にイギリスのインド植民地下の一助をするところとなってしまった。また、 ランジート・シングと対立していたサトレジ川伊藤の縮領主はイギリスに援助を求め、1809年4月25日にランジート・シングはイギリスとの間にサトレジ川を越え、サトレジ川伊藤の縮領主はイギリスの保護下に置かれ、イギリスの支配下の反王国と化した。ランジート・シングは自らの力がイギリスに及ばないことを知り、これを認めてサトレジ川伊藤以外の地域を諦めた、後、 各地の制圧に乗り出した。ランジート・シング・ランジート・シングは、四国王国の建国以前より争っていた、アフガン勢力とも長きにわたって、抗争を続けた。ランジート・シングと対立していた、ドゥッダーニー長のオザマーン・シャーは、1800年に、弟のマフムード・シャー・ドゥッダーニーに配位され、盲目にされた追放されていた。とはいえ、マフムード・シャーは、 ザマーン・シャーの弟シャー・シュジャー・ドゥ・ダーニーと争わねばならず、1803年6月には彼に王位を奪われた。1809年、シャー・シュジャーはマフムード・シャーに敗れ、マフムード・シャーはカーブルへ入場して王に復位した。シャー・シュジャーはカンダ・ファールへと逃げたが、そこでも再び敗れてしまい、カシミールへと追放された。しかし、 シャーシュジャーはカシミールへと連行される際に逃亡し、祝王国の領土に逃げ込み、ランジートシングの保護を求めた。彼は自身の王宮で彼をかくまう代わり、1813年にシャーシュジャーからコーヒヌールのダイヤモンドを渡すよう敷いた。そのため、シャーシュジャーはその元を離れ、1818 18年には盲目の兄と共にイギリスからの年金受給者となった。 ランジートシングはアフガン王マフムードシャーに対しては王国の内乱による弱体化を見て攻撃を行った。こうして1813年にインダス川の川西にあるアトック城を奪ったのをはじめ1818 18年には南パンジャーブ地方のムルターンを1819年には豊かなカシミールを次々とアフガン側から奪った。 ドーストムハンマドハーンドゥッダーニーアサのアフガン勢力は減退したが、バーラクザイ族のドーストムハンマドハーンが、マフムードシャーをカーブルから退けて退位させた後、カーブルを掌握するに至った。ランジートシングはイギリスと同盟していたが、彼らは年金生活者となっていたシャーシュジャーの擁立を考えた。また、シャーシュジャーも自身が大いに福井できるのは、 宿教都による助力だけと考え、1834年には、援助を条件にその見返りとして、宿王国にペシャーワルを上とした。同年、宿王国の援助を受けたシャーシュジャーは1万2千の大軍を率い、カンダ・ハールに陣営を張ったが、同年の夏に、ドースト・ムハンマド・ハーンの軍に敗れた。1836年、ドースト・ムハンマド・ハーンは、 シク王国の攻撃を計画中、アミールの称号で王位を戦し、バーラクザヤサを創始した。1837年4月、ドーストムハンマド・ハーンの息子、ムハンマド・アクバル・ハーンは、ハイワル峠の東部の入り口、ペシャー・ワール近郊のジャムルードで、決定的な勝利を収めた。しかし、アフガン側は、シク王国と同盟しているイギリスとの衝突を、警戒し、ペシャー・ワールの占領は断念した。 一方、イギリス側も、中央、アジアやイランに勢力を拡大しつつあるロシアを警戒し、彼らがアフガニスタンを支配下に収め、インドにおける、イギリスの植民地支配を崩すかもしれない懸念があった。イギリス側は、カーブルのドースとムハンマドに、死者アレクサンダー・バーンズを送り、通商関係の構築を及び、宿王国とのアギを結ぶことを目的としていた。だが、同年に、 イランのカージャール朝の王モハンマドシャーが、ロシアの積極的支援を受けて、アフガニスタンに侵攻した。ドーストムハンマドハーンの弟、コーハンディルハーンがカンダハールを明け渡し、ヘラーと包囲に援助を約束すると、状況はさらに複雑化した。1838年9月、イギリス側は、この包囲を解くため、ペルシア湾のハールク島を占領しようとした。 このカージャール朝への圧力により、ムハンマド・シャーは、ヘラートの包位を解かざるを得ず、ヘラートの包位は解かれた。イギリスは、アフガニスタン問題を解決するため、英国の年金生活者となっていたシャーシュジャーを、アフガニスタン王とすることにした。彼は英国に協力的で、なおかつ宿王国とも友好的であったため、最もふさわしい人物だった。1838年にイギリスは、 ラホールにおいて、ランジートシングとシャーシュジャーとの間に、いくつかの協定を締結した。これは、カーブルでのシャーシュジャーの福井を、宿王国が支援する代わりに、ペシャーワルを含むインダス側衛星の宿王国の土地に、対し、アフガニスタン側は、要求を撤回するというものだった。これは、三者協約として知られている。同年10月1日、イギリスは、 シャーシュジャーを福井させることを戦死、それを公に定めた、シムラ宣言を発布した後、11月には大部隊、インダス部隊を、フィールーズプルに集結させた。そして、12月10日に、インダス部隊が、フィールーズプルを出発し、アフガニスタン側の領土に侵入すると、第一次アフガン戦争が勃発した。晩年のランジートシング・ランジートシングの晩年、思王国は、 北西インドにまたがる大帝国となっていた。彼は外交戦略と軍事力によってイギリスの支配を廃し、19世紀においてマラーター同盟が滅亡した後も王国はインドで唯一の独立国としての地位を保持した。とはいえ、ランジート・シングは王国をイギリスの植民地支配の脅威から一時的に先延伸ばしただけに過ぎなかった。同世紀前半までにイギリスは インドの大半を植民地化しており、その脅威を根絶することは不可能であった。さて、国王国の味方したアフガン戦争は、イギリスの優位にあって、4月25日には、シャーシュジャーはカンダ・ハールへと入場をしたが、ランジート・シングはこの時病床にあった。1839年6月27日、英雄ランジート・シングは、ラホール城で死亡した。その島で、 彼の暗殺を計画した者は誰一人としていなかったと言う。これは彼の息子や孫が悲惨な死を遂げているのと比べれば対照的である。ドゥリープシング・ランジート・シングの死後、祝王国は政治不安に陥り、権力闘争の末、最終的にその王位は彼の罰しドゥリープシングに委ねられた。そしてカールサーと呼ばれると軍団が政権を握り、イギリスの挑発的な行為や、 その侵略を断じて許さぬとする祝王国は対立してゆき、イギリスとの二次にわたる祝戦争へと突入した。この戦争により、1849年に第二次祝戦争にイギリスが勝利すると祝王国はイギリスに併合された。祝王国の併合により、イギリスは18世紀以降を推し進めて進めていた全インドの植民地化を完成した。 ランジートシングルは10人の人8人の息子がいた。他十数名。ありがとうございます。